はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画では今日はね、ジャニーズ、ね、ジャニーさんその人じゃなくて、周りの人たちの様子が、いくつかなんかニュースが上がってきてたんでね、ちょっとさらーっと。なんか、じゃあ、ジャニーズ全体で言うともうなんか、ね、そうだ、ね、気づいた人いますかね？僕はあんまそんな一生懸命テレビ見てないから、なんかそう言われてみれば、あれ？あ、そういえばそうか、みたいな。テレビになんかもう、ほぼほぼ、なんか、出れなくなったというか、出てない。締め出されてると。例えば紅白からもなんか締め出されるっぽいっていう話が出たりとか、あとは普通にこの地上波。なんかこの冠番組みたいなのとかも結構いくつもあったと思うんですけども、なんか軒並み、ね、なんか打ち切りみたいな、そういう方向になんか動いてるらしくてね。うん。でその辺は特に、あ、そうなんだ、ふーんぐらいにしか思わないですけども、こっからですかね、なんかこのジャニーズの人がね、この順番になんかこのコメントを発表する人が出てきてね、例えば近藤真彦さん。近藤真彦さんはなんかよくわかんないこと言ってるんですよね。ジャニーズよ。嘘はダメだ。隠し事するのは世の中は許さないぞ、みたいな。は？って感じがしますけども。逆にこの東山さん。ね、東山さんはなんか平謝り、この報道を受けて、謝罪しましたよと、心を痛めたすべての方々本当に申し訳ありませんでしたっていう、そういう態度だったらしいですね、東山さんの方はね。うん、多分気になる人は結構まだいまだにいるんじゃないのかなと思いますけど、SMAP、ね、かつてこの SMAP のメンバーはどうだったのみたいな、例のなんかほら合宿所ですか。っていうお話、この辺がなんか今日出てる飛んでるニュースの中では興味深いところじゃないですかね。うん、テレビに出る出ないの話はもうね、あ、そうぐらいでいいんですけども、じゃあ近藤真彦さんの話から順番に見ていきましょうかね。近藤真彦さんが苦言ね、もう知ってるでしょ、隠し事なしに正々堂々と話をしてほしいと、ジャニーズ事務所性加害問題の話ですよね。うん。なんかこのレースのプロモーションで、なんか大分県に、訪れていた、そこでその質問されて、この事務所のね、40年以上在籍していた、あれでももうなんか辞められたんでしたっけ、退所されてませんでしたっけ。でもさ、実際ジャニーズなんか役員みたいなことやってましたよね、かつて。だから結構なポジション、発言力、影響力があるポジションにいた人ですよね、この人は。それがなんか当事者っていうか、張本人が亡くなって、で、自分も辞めた。だからこれいつも思いますけども、なんていうのかな。近藤さんが何をおっしゃったかっていうと、本当に言いにくいんだけど、嘘はダメだなって。こうなったら正直に全てをしっかり話さないと世の中の人が許さないんじゃないかと思うんで、隠し事なしに知ってた知らないじゃなくて、もう知ってるでしょうと、隠し事なしに嘘なしにしっかりと正面切って正々堂々と話をしてもらえればなと、じゃないと皆さん納得しない人多いんじゃないかなっていうことをおっしゃったそうなんですけど、どう思います？一言は一言でもうこういう発言になるのかもしれないですけども、なんかあれだよね。それを言うんだったらさ、後出しじゃないけども、ね、現役の時に、ね、自分がなんか役員とかやってる頃でもいいですよ。ね、自分が暴露してみんなを守ってあげるとか、そういうことはできなかったのはなんでなんですかねって。ね、逆になんかてめえのこの保身、自分の立場を守るため目つぶってきたくせに、ね、何を今更、そんな風にしか思えないですよね。だからなんかちょっと厳しい言い方なのかもしれないですけども、事実としてね、マッチさん、近藤真彦さん、メリー北川さんに溺愛されてましたよね。で、親公認で、その娘、だから今の社長のこのジュリーさんですね、の言い名付けだったこともある人でしょ。で、ジャニーズの元重役だったわけじゃないですか。とんでもなくなんか無責任なことほざいてるなっていうのが僕個人の感想ですかね、これに関してはね。でそれに比べて東山さんはジャニー喜多川さんのこの性加害報道を受けて、謝罪をしましたよと、心を痛めたすべての方々、本当に申し訳ありませんでしたってことらしいんで、興味ある人はね、多分映像とかも出てくると思うんで、確認してみてもいいと思いますけど、SMAP の話、SMAP ですかね。なんかこれ、ただね、うん、出どころはなんだい？ヒュンダイなんで、まあ話半分でいいと思いますけども。ていうかもうこの界隈の話だからね、所詮そんなもんだろうっていうのがまず前提としてあるんですけども。なきこのジャニー喜多川氏について、男性スタッフへの性加害疑惑を報じたその記事では、ジャニーズ事務所にこの勤務経験があるという男性が証言、初めての性的暴行を受けた場所として東京・原宿にある事務所の関連施設たら合宿所だったと、まあ、この話はね、一回動画でもお届けしたことあったかな。で、まあ、BBC が放送して以降、SMAP ファンの間ではその合宿所がにわかに話題になってたんだって。なんかその過去の映像かな。2002年放送分だからもう相当前ですよね。20年以上前。2002年に放送されたスマスマ、懐かしいですね。の動画の一部が、なんか、その、物議を醸していたんだってさ。で、このスマスマ裁判、今夜あなたを訴えますと銘打たれたコーナーの一部で、まあ、香取慎吾さんが、まあ、スマップの他の4人を裁判にかけるっていう、なんかそういう、なんていうの、作りのテイストで、これまでの不満を爆発させつつ、自分たちのこのジュニア時代を振り返るっていう、なんかざっくり言うとそういう内容の部分だったらしいんですけども。で、この該当するこのシーンで、もうすげえ若い頃、この香取さんと、他の4人との間で行われた、なんか電話の録音が披露されてたらしいんですよ。で、なんでこんな録音音声なんてこの香取さんが持っていたかっていうと、まあ当時まだね、この携帯すら、ね、スマホじゃなくて携帯すら一般的ではなかったのに、でしかもこのジュニア時代でしょ、うん、要はこの香取さんのこの自宅の電話を中継地点として、本人が他の4人からスケジュールを聞いて、それをメモ取らずに、まあ、録音して、まあ、管理していたっていう結果、その音声っていう記録が残った。音声に残そうっていう手法に落ち着いたからそういうことをずっと繰り返してたんだってさ。うん、でまあなんか映像が始まると、まあ、ラジカセの中で回るカセットテープから、まあ、香取さんとあと中居さんの声が確認できてたらしくてね。でなんか翌日の予定について確認をし合うそういう内容だったらしいんですけども。まあ、2人から合宿所という言葉が飛び出すほか、中居さんの口から原宿で待ち合わせてるんでしょっていう指摘もあったと。で、その合宿所にこの香取さんが1人で呼び出されていると、まあ、本人が明かすと、中居さんはこの香取さんの年齢を確認して、4月から6年生と、ね要はこの変声期前のこの香取さんが答えると、ああ、かわいそうにって、中居さんが、まあなんかその、なんか絶句するみたいな、ため息みたいな。そういう流れだったらしいんですよね。で、まあなんか VTR では他のメンバーと香取さんのやり取りも披露されて、4人が香取さんにスケジュール管理をなんかまあ強制的に押し付けていたっていうのが明らかになって、で、VTR が終わると香取さんは当時の苦労をねぎらってほしいと、ね、裁判の意見陳述のように主張して、まあ、スタジオは一応なんか笑いに包まれてたらしいんですけども。まあなんかそのラジカセが回るシーンで、その4人の表情はなんか罰の悪さを隠さず、特に中居さんの表情は他の3人より硬いものだったらしくてね。まあなんか、スマスマの最終回にもなんかこの映像が使われてたらしくて、どうなのかなっていうところですけども、まあどうもこうもないですよね。うん、まあ本気でどうにかしたいと考えるんだったら、ね、二度となんか起こんないように、まあ、東山さんもジャニーズっていう名前自体も、ね、なくすぐらいの、まあ、完全にこの解体して、うん、っていうそういう言及までしてたらしいですけどもね、うん、まあなんかすっとぼけた、ね、他人事のように、ね、なんか言っていたマッチさんとはちょっと違うのかなっていうそういう印象ですけども、どうなんですかね、芸能界全体としてみて。ね、テレビ屋業界なんか、まあ、でも日本の反日売国業界って言ってもいいと思いますけどね、うん、自分たちで、ね、事実を指摘されましたやべえって思った人もまあ中にはいるかもしれないですけど、ちっせえなぐらいにしか思ってねえだろどうせお前らはっていうのが僕の正直な感想ですかね。だから結局何も変わらないんじゃないですか。うんということでね、じゃあ次はあれか。日本でもほら不法滞在外国人の話はねもうちょいずっと続いてますよね。うん、フィリピンで、で、この不法滞在してて、この中国人を逮捕してね、直ちにこの国外退去にこの手続き、ね、進めるっていう、そういうことが起きて、まあ、なんか、日本もこういうところを見習ってほしいですよね。っていうのをね、ちょっと見ていきましょうかね。今回は以上でありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。